わしは。いや、違うかな。わしにも欲望はある。たった一つ、この200年、どうしても知りたかったことが。おい、キリト、お主も立て。は？そうか、これが人間であるということか。あったかい。やっと報われた。私の200年は間違いじゃなかった。この暖かさを知っただけで私は満足。報われた。十分に。いつまでぼーっと突っ立っておるつもりじゃ？そりゃないよ。それで、結論は出たか？わしの提案に乗るか、それとも蹴るか。わかった。あんたの作戦に乗るよ。でも俺は考えることはやめない。この先、聖号騎士たちやアドミニストレーターとの戦いが始まっても、何か手段がないか探し続ける。孵化実験段階の悲劇をどうにか回避して、世界が平和に存続できるような解決策を。やれやれ、とんでもない楽天家じゃな。分かっておったことじゃが。だってさ、俺はあんたにも消えてほしくないんだ。10人選べと言われたら、そこにはあんたも入れるよ、間違いなく。その上愚かなやつじゃ。わしが脱出してしまったら、誰がこの世界を消去するというのだ。だから、状況は理解したけど、悪あがきは放棄しないって言ってるだけだよ。お主にも、いつかは諦めることの苦さを知る時が来る。力尽くして及ばぬことではなく、及ばぬであろうという推測を受け入れなくてはならぬ時が。さ、相棒もそろそろ歴史書を読み終わるじゃろうし、今後の具体的な行動計画は有事を交えて話そう。そのためにも、まずは現実世界の知識などを除いた最低限の情報をあやつに教えてやらねばな。俺は戻ってきた有事をに事情とこれからのことを説明した。そうは言ってもあくまでも簡略化した説明だ。聖号騎士たちは、シンセサイズの秘技で記憶を抜かれて、氷教会に忠誠を誓わされた存在であり、追放されたもう一人の最高司祭カーディナルは、聖号騎士たちとの戦いに協力してくれるということ。そしてカーディナルの目的は、アドミニストレーターを倒し、最高司祭に復帰することなのだと、それだけを伝えた。外の世界や、孵化実験の後に待つ。アンダーワールド人の結末に関して話すことは、俺にはとてもできなかった。それでも、いつかは切り出さなくてはならないだろう。だが、今はそれを考えている暇はない。記憶を抜かれ、氷教会へ絶対の忠誠を誓わされた存在。
それが聖号騎士。カーディナルさん、それではあのアリスはやはりアリス・ツーベルクと同一人物なのですか？すまんが、わしがこの場所で手に入れられる情報はごく限られておるのじゃ。アリスという聖号騎士の出自については今となっては知るすべもない。そうですか。だが聖号騎士を誕生、いや作り出すためのシンセサイズの秘技を解除する方法は教えられる。本当ですか？ああ、パイエティモジュールを除去すればよい。パイエモジュ…エルドリエの額から出ていたあの紫色の三角水晶柱だよ。ああ、あれのこと？つまりシンセサイズの秘技を解くには聖号騎士の過去の記憶を揺さぶってやればいいってことか？いや、それだけでは不十分じゃ。もう一つ絶対に必要なものがある。それは何です？モジュールが挿入されておる場所に本来存在したもの、つまり聖号騎士にとって一番大切な記憶のかけらじゃよ。大抵は最も愛する者の思い出がそれにあたる。エルドリエが強く反応した言葉を覚えているか？はい、彼の母親の名前でした。それを聞いたら水晶がもう少しで抜け落ちそうになったんです。ならばそれじゃろうな。エルドリエは母親に関する記憶を抜き取られ、そこにモジュールを埋め込まれておるのじゃ。すべての聖号騎士は最も大切な記憶のかけらをアドミニストレーターに奪われておる。それを取り戻さぬ限り、たとえモジュールを除去できても記憶の流れは元に戻らぬ。記憶のかけら、もしアドミニストレーターが騎士から抜き取ったそれを破棄していたら。いや、そうは思わん。アドミニストレーターは慎重な女じゃ。何かに使えそうなものを破棄したりはせぬじゃろう。まず間違いなく自らの居室セントラルカセドラル最上階に保管しておるはず。ってことは聖護騎士を元に戻すために記憶のかけらが必要だけど、それを手に入れるには騎士たちの守りを突破してアドミニストレーターのいる最上階まで到達しなきゃいけないってわけか。聖号騎士は殺さずに勝とうなどという甘い考えが通じる相手ではないぞ。わしがお主らにしてやれるのは聖号騎士と対等の装備を与えることくらいのものじゃ。あんたは一緒に来てくれないのか？もしわしが大図書室から出れば、即座にアドミニストレーターもそれを感知し、カセドラル内の全聖号騎士とあやつ自身を相手取った総力戦となってしまうじゃろう。じゃが今ならまだアドミニストレーターはお主らを捕らえて聖号騎士とする計画を捨てておるまい。二人だけで出ていけば少数の騎士を差し向けて生け捕りにしようとするはずじゃ。その騎士たちを順に突破しつつカセドラルを駆け上る以外に手はなかろう。もし聖号騎士アリスがそなたらの前に立ちはだかったならば、これを使うがよい。これは探検？一撃必殺の秘密兵器か何かか？その二本の探検はそれぞれわしの髪の毛を変換して作ったものじゃ。世界最高の権限の持ち主であるわしの体が素材とはいえ、探検自体に攻撃力はないに等しい。しかしそれに刺されたものは大図書室にいるわしとの間に切断不可能の経路が接続される。つまりわしの用いるあらゆる神聖術が必中となるわけじゃ。聖号騎士アリスと遭遇したら体のどこでも構わんから、それをさせ、その瞬間わしの術でアリスを深い眠りに導こう。お主らが彼女の記憶を取り戻すまで。もともとは対アドミニストレーター用に生成したものじゃ。あやつの攻撃をかいくぐり体に刺してもらうためにな。一本は予備のつもりじゃったが、何、一度で成功すれば問題はない。あの、本当にいいんですか？二つしかない探検の片方を
アリスのために使わせてもらって。構わぬさ。それでカーディナル、さっき言ってた聖護騎士と対等の装備を与えるっていうのは。うん、お主らの愛犬を取り戻す。取り返してくれるんですか？僕の青バラの剣とキリトの黒いやつを。おそらくそなたらの剣はカセドラルの武具保管庫に収納されておるはずじゃ。付近にバックドアを作るから武具庫に入り、剣や他に必要な装備などを手に入れるのじゃ。わかった。とりあえずこれで行動の指針は決定したわけだな。残念じゃが、もう一つせねばならんことがある。え、な、何？お主らの剣は確かに強力じゃが、それだけでは聖護騎士たちには勝てん。なぜなら連中には武器の性能を数倍に増幅する恐るべき技があるからじゃ。あ、もしかして武装完全支配術ですか？そうじゃ。人気級の武器は対象となったオブジェクトの性質を色濃く受け継いでおる。完全支配術は言うなれば武器の記憶を全解放することで、本来ありえない超攻撃力を実現するものじゃ。ついてこい。少し休み、その後に術式を組み上げるとしよう。カーディナルさん、本当にできるんでしょうか？剣の実物がないのに解き放たれた姿を思い描くなんて。ないから良いのじゃ。実物を目の前にすれば想像がそこで止まってしまう。剣に秘められた記憶に触れ、寄り添い、解き放つにはお主らの手も目玉もいらん。心の目があればそれで足りる。心の目か。よし、それではまず卓上にそなたらの愛犬が横たわる様を強く思い描くのじゃ。わかった、やってみます。黒いやつ、考えてみれば今に至るまでそんないい加減な仮な、あ、いや仮名で呼び続けてしまってかわいそうなことをしたものだ。付き合いはまだ3ヶ月にも満たない。関わりこそ浅いが、束を握りソードスキルを繰り出す時の一体感、高揚感は歴代の愛犬たちに劣るものでは決してない。深く、もっと深く潜るのじゃ。剣に秘められた記憶、存在の本質に触れるまで。剣の記憶、ギガスシダーの記憶、まるで俺自身の記憶のように。周囲は深い森だが、俺ギガスシダーの周りには他の木が全く生えていない。孤独、荒涼たる寂しさ。他の木々たちと梢を触れ合わせたくて懸命に枝を伸ばす。枝をもっと伸ばそうと根から知力を、葉から葉力を思い切り吸い込む。しかし、ああ、なんということか。周りの木たちが次々と枯れ果て崩壊する。俺が枝を伸ばそうと知力と葉力を吸い込むせいで近くの木たちが枯れてしまうのだ。いつの間にか俺は森の木々たちの何十倍も大きくなり、空き地も最初の何十倍も広くなってしまった。そして孤独の深さもまた。よし、そこまで。うむ、お主たちが導いた剣の記憶、確かに受け取った。まずはキリト、お主の剣からじゃ。この紙に書かれているのが武装完全支配術の術式。あれ、この術式、結びの句がエンハンスアーマメントになってるよな。なんじゃ、不満か？いや、そうじゃなくてさ、確かエルドリエと戦った時あいつが使った完全支配術は違ったような。
リリースリコレクションだったかな。彼がそう唱えたらムチが本物の蛇になったんだ。そうそう、カーディナル、俺たちの完全支配術にはいらないのかそれ。よいか、武装完全支配術には2つの段階がある。強化と解放じゃ。強化とは武器の記憶を部分的に呼び覚まし、新たな攻撃力を発現させること。そして解放とは、言葉通り武器の記憶を全て目覚めさせ、荒ぶる力を解き放つことじゃ。エルドリエの総輪弁の場合は、強化すると無知の射程を伸ばしたり分裂させたりできて、解放すると無知が蛇に変身して自動的に敵を攻撃するわけか。そういうことじゃ。しかし先に言っておくが、お主たちではまだまだ解放術は使えぬぞ。なんでですか。記憶解放によって生み出される攻撃力は、とても術式を覚えたばかりの剣士に制御できるものではない。高位の人気ならばなおさら、敵のみならず自分をも巻き込み、下手をすると命まで落としかねん。わかりました。さ、時間がないぞ。カセドラル3階の武器庫に通じる扉からお主らを送り出す。ユージよ、そしてキリトよ、世界の命運は今やそなたら二人に託された。地獄の豪華に包まれるか、全く虚無に沈むか、あるいは第三の道を見出すか。わしはもはや告げるべき全てを告げ、与えるべき全てを与えた。あとはただ信じる道を行けばよい。ありがとうございますカーディナルさん。きっとカセドラルの一番上までたどり着いた。アリスを元に戻してみせます。では行くのじゃ。誰もいないね。武具庫なんだから衛兵がいるだろうと思ったけど、そもそも氷教会に盗みに入る人間なんかいないよな。でも僕らの侵入はもうバレてるんだよね。なのに随分と余裕あるな。実際余裕なんだろ。俺たちごときを探し回るまでもないってな。つまり次に聖号騎士と出くわす時は、よっぽどの大人数か、よっぽどの強者だってことだ。せいぜいこの猶予時間を有効利用しようぜ。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。おお、すごいね。さすが氷協会のブグコナだけあるよ。ソルデリーナ先輩がここに来たら歓喜余ってそっとするかもな。教会はいずれ自前の軍隊でも作る気なのかな。聖号騎士だけで十分だろうに。うん、闇の軍勢と戦うため？いや違うか、逆だな。軍隊を作るためじゃない、作らせないために教会はここに武具を集めたんだ。多分ここにあるのは全部人気か、それに準ずる強力な装備だろう。アドミニストレーターは氷教会以外の集団が強い武器を手に入れて無用な戦力を持つことを警戒したんだ。え？どういう意味だいそれ。たとえどんなに強い武器を持ったところで氷教会に歯向かおうとする集団なんてあるわけないじゃないか。つまり教会の権威を一番信じてないのは最高司祭様ご本人かもしれないってことだ。もっと見つけたぞ。いつまでも感動してないでさっさと吊るせよ。おう。あ、ここは防具置き場かな。どうするキリト、これだけあれば僕らの体に合うのも見つかるし、鎧も借りてく？いや俺たち鎧なんて着たことないだろ。慣れないことはしない方がいいよ。あの辺の服だけいただこう。
エルドリアとの戦いなんかでこの服もそろそろ限界だろ。確かにこのままじゃそのうち服だかボロ切れだかわからなくなりそうだね。よし、さっさと着替えちゃおうぜ。きっとこの服もそれなりのいわくつきなんだろうな。聖護騎士の攻撃を多少は止めてくれるといいけどな。そりゃ期待しすぎってもんだよ。さてと、そろそろ行こうか。なあ、行こう。さてと。だけど、well, そうだ。What a long conversation this is. And here we go. I mean, we are here after we take our sword. So for your information, I need to see what's in here first. Oh no, you can't. So actually, continue decision, like tomorrow. So today is the tomorrow from the last time I recording. So if you watch the first segment where we talk with Cardinal and then I just cut it, it's actually still one. So this is just like a different recording session. 待て、ユージロー。トガビトどもよ、我が炎の鉄槌を受けよ。左後ろに飛べ。無事か。なんとか今回は逃げられなさそうだね。ああ、やるしかない。行くぞ。I don't remember this red guy name is, but I think I have, yep, photon eraser, maybe like, oh, come on, wait, oh, wait, what? Done? Wait, I...It's like what? 10 seconds? 20 seconds? I don't know what the hell. Enhance armament. これすごいな。あの弓は何が元になってるんだろうな。感心してる場合じゃないよ。生かして捕らえろと命じられているゆえ、貴様らを消し済みにまではせぬが、こうして支援級を解放した以上は腕の一本なりとも焼け落ちると覚悟せよ。断罪の炎をかいくぐり、その貧弱な剣を我に届かせられるかどうか試してみるがよい。剣でも弾切れも関係なしか。何か策はある。連射は不可能、そう信じる。衝撃をどうにかして止めるから、お前が切り込むんだ。信じるって。分かった。フォームエレメント、シールドシェイプ、ディスチャージ。勝利。貫け。
お前の剣に込めるべきものはお前が自分で見つけなきゃいけない。僕は未熟だ。青バラの剣の主にふさわしくないかもしれない。それでも僕にとって大切なのはただ。ユージよ、頼む、力を貸してくれ。青バラの剣、僕に前へと進む力を。あなたの負けだ。貴様らは汚れた術によって騎士エルドリエを惑わせたと思っていたが、我の誤りであった。貴様らの技には真摯な修練を積み重ねた重みがこもっていた。なお教えてくれ。剣士ユージよ、姓はない。俺は剣士キリトだ。カセドラル50回霊光の大回廊にて複数の聖豪騎士が貴様らを待ち受けている。生け捕りではなく天命を消し去れとの命を受けてな。戦国のように真正面から突撃すれば刹那のうちに息の根を止められるだろう。おいおっさん、大丈夫なのか。そんなこと言って、アドミニストレーター様のご命令を完遂できなかった以上、我は騎士の証たる鎧と人気を没収され、無期限の凍結刑となろう。そのような恥ずかしめを受ける前に天命を絶ってくれ。貴様らの手で。迷うことはない。貴様らは堂々たる剣の技によって倒したのだからな。我聖豪騎士デュソルバートシンセシスセブンを。デュソルバート、あんたがあの時の。ユージを、天命を立ってくれだって。堂々たる勝負だって。たったたった11歳の女の子を鎖で縛り上げて飛竜にぶら下げて連れ去ったやつが、今さらそんな口を聞くな。なんで止めるの、キリト。そのおっさんはもう戦う気はないよ。そういう相手に剣を振るっちゃダメだ。でもこいつは、こいつがアリスを連れて行ったんだよ。こいつが。He doesn't remember that. このおっさんはきっと覚えていないよ。ルーリットの村からお前のアリスを連行した時のこと忘れたんじゃない。記憶を消されたんだ。え？その黒髪の小僧の言う通りだ。我が幼き少女を捕獲し飛竜で連行しただと。そのようなことをした覚えはない。覚えていないのか。たったの8年前なんだぞ。だから消されたのさ、出来事前後の記憶ごとな。おっさん、いや騎士ディソルバート、アドミニストレーターに大事な記憶を奪われ、代わりに教会への忠誠心を埋め込まれて聖豪騎士に仕立てられたんだ。凍結刑になるとか言ってたけど、その間にまたアドミニストレーターがあんたの記憶をいじくり回して、この会話の記憶も消しちまうはずだ。かけてもいいぜ。信じられぬ。
最高司祭芸家が我にそのような術を。でもそれが真実なんだ。あんたの中にも何か残っているものがあるはずだ。どんな術式でも消しきれない騎士になる前の大切な記憶が。人界に降り立った頃から何度も同じ夢を見た。我を揺り起こす小さな手と、その指にはめられた銀の指輪。しかし目覚めるとそこには誰も。それ以上は多分思い出せない。あんたはその手と指輪の持ち主の記憶を奪われたんだ。これからどうするかはあんたが決めることだ。アドミニストレーターのところに戻って処罰を受けるか、傷を治療して俺たちを追ってくるか、それともこれでいいだろう。ユジオ、行こう。うん。ユジオ、誰が来る？子供？君たち、誰？あの、私じゃない。私は氷教会修道所見習いのフィゼルです。そんでこっちが同じく修道所見習いのリネルです。あの、ダークテリトリーからの侵入者っていうのはお二人のことですか？は？その僕らとしては人海人のつもりだけど、侵入者っていうのはまあ間違いないかな。何よ、見た目は全然普通の人間じゃないのよ。ネル、角も尻尾もないわよ。う、私は本にそう書いてあるって言っただけですよ。早とちりしたのはゼルの方です。あの、君たち僕らと話すと怒られるんじゃないの？今日は朝から全修道士修道女と見習いに最低限の装備で支室に鍵をかけて困るよう命令が出てるの。ってことは侵入者を見物に行っても誰にもそれがバレる心配はない通りじゃないの？はあ。でもお二人がダークテリトリーの怪物じゃないなら、どうしてセントラルカセドラルに侵入しようなんて思ったんですか？ずっと昔、友達の女の子が聖号騎士に連れて行かれちゃったんだ。だから取り戻しに来たんだよ。そうだったの。結構普通の理由だったのね。普通？昔から家族や恋人を連行された人間が教会に抗議の申し立てを行った例は少しだけど記録されてるのよ。こうして内部まで入り込んだのは二人が初めてだろうけど。一回投獄されたのに冷徹の鎖を切って脱出して、しかも聖号騎士を二人も倒したっていうから、てっきり闇の怪物が、もしかしたら本物の暗黒騎士が攻めてきたのかと思って待ってたんです。でもまさか普通の人間だったなんて。もういい？いいよね。じゃあ最後にお名前を教えてもらっていいですか？僕はユージオ、後ろのがキリト。姓はないんですか？ああ、開拓民の子供だから。もしかして君たちも？いえ、私たちにはありますよ。私の名前はリネル・シンセシス・トゥレニエイトです。ひゅったく。で、私がフィゼル・シンセシス・トゥエニナイン。君、最後。そんなに怖がらなくてもいいですよ、ユージオさん。ただの真ひどくですから。
もっとも今死ぬか50回で死ぬかだけの違いですけど。予想通り簡単でしたね、ジェル。うん、さっさと連れて行って処刑して、早いとこ飛竜と神器をもらっちゃおうよ。これでアドミニストレート様も私たちを正式な騎士にしてくれるでしょうか。当然でしょ。他の騎士より私たちが早く侵入者を捕まえて処刑すれば認めてくれるはずよ。お二人ともごめんなさい、毒なんか使って。でもなるべくユージオさんたちを生かしたまま50回まで持っていきたかったものですから。ネル、殺すなら喋るだけ無駄じゃない。物好きね、相変わらず。ただの退屈しのぎです。あ、安心してください、私たち殺すのすごい上手いですから、痛くないですよ。さてもうすぐ到着するわよ。こいつらを目の前で殺して副騎士長様の鼻を明かしてやろうじゃないの。そこにいらっしゃるのは副騎士長のファナティオ・シンセシス2殿ですね。天仙剣のファナティオ殿がわざわざお出ましとは、元老もよっぽど慌てているようですね。それとも慌てているのはファナティオ様ご自身でしょうか。このままじゃ副騎士長の座を金木星殿に奪われかねませんしね。見習いの子供がなぜ名誉ある騎士の戦場にいるのだ。くだらない、戦いに名誉とか格式とか持ち込むから一騎当選の聖豪騎士様が二度も負けるんだよーだ。でも安心していいわよ、騎士様がこれ以上集隊を晒さなくて済むように私たちが侵入者を捕まえてきてあげたから。これから私たちが侵入者さんの首を落としますから、よく見てちゃんと最高司祭様に報告してくださいね。まさか名誉ある聖豪騎士が手柄を横取りするような真似はしないと思いますけどね。なんて動けない。剣士キリト、並びに剣士ユージオ、オーガしてまみえた非礼を深く詫びる。非礼ついでに今しばし我らの不名誉をすすぐ猶予を与えられたし、その後存分に剣を交えさせていただくがいかに。聖豪騎士第2位ファナティオ・シンセシス2である。トガビトよ、我が神器天仙剣には一末の憐憫すらもありえぬゆえ、言うべきことがあるならばこの剣が鞘にあるうちに言うがよい。不思議に思っているだろう、どうして俺が動けたか。お前たち口を滑らせたな。全修道士と修道女は部屋から出ないよう命令されてるって。カセドラルの中に命令を破る者がいるはずない。なら命令に従わないお前たちは本物の修道女見習いじゃないってことだ。それにお前たちの腰にある鞘、そりゃ南方の攻撃が姿勢だな。ルベルリの毒鋼で作られた。この剣に触れても腐らない唯一の素材だ。ただの修道女見習いがそんなもの持ってるはずがない。だからお前たちが近づいてくる前に毒素分解術を唱えておいたんだ。剣の速さだけが強さじゃないぞ。つまるところお前たちが愚かだったってことだ。ここで死ぬのも仕方ないくらいに。でもお前たちは殺さない。その代わりによく見ておけ。お前たちがバカにしてる聖豪騎士がどれだけ強いかをな。麻痺は数分で解ける。口が動くようになったら騎士たちに気づかれないように武装完全支配術の詠唱を始めるんだ。準備できたらそのまま保持して俺の合図を待て。待たせたな、騎士ファナティオ。剣士キリト、参る。実力のほど見せてもらおう。
聖豪騎士ファナティオシンセシス2マイル。残念だ、貴様の野望はここで。This is what I like, bro. Ah. Damn it. No. No. Like. Come on. What is she doing?Oh, it's good thing I'm not in that position, bro. Oh no! No! I failed the bomb bell. I failed the combo so hard, dude. What?Yes! Finally! Enhance. Kōsei を放つ神器だと。さあ、トガビトよ。我が天仙剣の意向に平伏するがよい。少しはやるようだな。だが天仙剣の新勢力はなおも耐えることはない。己が罪を悔い、三女神に心より帰依し許しを請うがよい。さすれば城下の霊光はそなたの罪をすすぎ天界へと導こう。ではさらばだ、若く愚かなトガビ。今だ、ディスチャージ。見たな、貴様。これは貴様もそんな顔をするのか、トガビト。教会に弓引く大逆の徒である貴様すら、私が女だと知った途端、本気では戦えないというわけか。私は人間ではない、天界より地上に召喚された聖豪騎士だ。なのに貴様ら男は、私が女だと知った途端そのように蔑むのだ。同輩にとどまらず、悪の化身たる暗黒騎士どもの将ですらな。言っとくけどな、俺がさっき驚いたのは、兜が壊れた途端にあんたの剣気が嘘みたいに弱くなったからだ。顔を隠し、剣筋を隠し、自分が女だってことを誰よりも意識してるのはあんたじゃないのか。 うるさい、殺す貴様だけは。こっちだってそのつもりだ。あんたが女だからって手を抜く気はさらさらない。これまで何度も女剣士に負けてるからな。身の程を知れ。よっ、おう、ほほう、いきなり。ああ、 Really? まだ終わっていないぞ。This fast again, but that's all, you know. I well, anyway, let's continue. なるほどな、トガビトよ。貴様はこれまで私が戦ってきた輩とは違うようだ。だが私は貴様を倒さねばならん。たとえ騎士の誇りを踏みにじってもな。核も無様な技で勝利する私を嘲笑え。貴様にはその権利がある。天仙剣に秘められた光よ、今こそ枷から放たれよ。リリースリコレクション。
まで公正に貫かれる気なのか。エンハンスアーマメント避け青バラ。友情、さすがの間合いだ。おかげで助かったよ。キリト、待ってて。今、呪術を。ダメだ、技を止めるな。あいつはこれくらいじゃ倒れない。え、だってあの人はもうシステムコール。右手を強引に。本当に人間なのか。くそ、お前に、お前らに正義なんかない。止まれ、止まれよ。憎しみじゃあいつには勝てないよ、ユージオ。お前は聖豪騎士が憎いからここまで来たわけじゃないだろ。アリスを取り戻したいから、もう一度会いたいから、アリスを愛しているからここにいるんだろ。その気持ちはあいつの正義に決して劣るもんじゃない。俺だってそうだ。俺もこの世界の人たちを、お前を、アリスを、あいつだって守りたい。だから今はあいつに負けるわけにはいかない。そうだろ、友情。光よ、エンハンスアーマメント。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。ごめんよキリト、本当は僕が前に出て戦わないといけないのに。役割の差だよ。ありがとうユージオ、俺はもう大丈夫だ。無理するなよ。それだけやられれば外からは見えない傷が残っているはずだよ。ゴブリン連中にやられた時よりマシさ。それよりあいつが心配だ。キリト、あいつはお前を殺そうとしたんだよ。あいつらは自分たちのことを絶対の善と言い、お前にとっては絶対の悪だったんだろうけどさ、俺たちもあいつらも生身の人間なんだ。そんな絶対の善悪なんてもの、人間には決められないんだよ、きっと。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。無理だよキリト、出血が多すぎる。誰でもいい、まだいるんだろう、聖豪騎士。仲間を助けに来いよ。司祭でも修道しても誰か来てくれ。頼むよ、誰か見てたら助けてくれ。そうだ、来てくれカーディナル、カーディナル。それはダメだキリト、カーディナルさんがもう予備はないって。それはアドミニストレーターと戦うための。わかってる、でもこれを使えば助けられる。助ける手段があるのにそれを使わないなんて、人の命に優先順位をつけるなんて俺にはできない。やれやれ、仕方ないやつやな。カーディナル、あんたか。時間がない、当然のことを聞くな。カーディナル、すまない。俺は今さら謝るな。
お主の戦いぶりを見ている時からこうなるのではないかと思っておった。状況は理解しておる。ファナティオシンセシス2の治療は引き受けよう。しかし完全修復には時間がかかるゆえ、身柄はこちらに引き取るぞ。手短に伝えるぞ。状況から判断してアドミニストレーターは非覚醒状態にある可能性が高い。あやつが目を覚ます前に最上階にたどり着ければ探検を使わずとも排除が可能だ。急げ、残る整合騎士はわずかだ。取り乱して悪かった、ユージオ。いや、謝ることじゃないよ。ちょっとばかり驚いたけどさ。それじゃあ先へ進むか。うん。さてと。うん。Yep, let's go to the top floor. So I got enhanced armament. So I think this is for this video.So I've been trying to like cut it to like 30 minutes or 40 minutes right now. So it doesn't have so much space in one video. So yeah, I hope you guys enjoyed and see you guys in the next video. Bye.